たちを生まれ育んでくれた町の歌です。ラストマンボにふさわしい大津スティー若い心を。ただいま留守にしております。ピンという音に続けてお名前とご用件をお話しください。おお、吉高、元気か？まだロック続けてますか？ちゃんと生活できてますか？来年吉高たちのロックバンドを結成40周年を迎えるね。もう一度お前たちの兄弟バンドを今の若い人たちに聴いてもらいたいと思ってます。それで本気でバカになっても弾けてもええやないかと若者に伝えてください。私にできることなら何でもします。連絡ください。マサオ、行きます。いえ、おいえ、じゃあ国境なくそうで。俺は正直ポッとその今日のテーマは国境なくしましょうと言うた時に、お前の壁なくせって言って、お前の国境なくせと思ったよ。やっぱ俺はあの時にお前のあれを聞きたかった。せけどほんまにあの答え返してくれへんかったやん。こんな声じゃあの時言いたいこと言いたかったよ。ほんまに誰かのせいにもしてないよ別に。それも分かるよ。だからじゃあもう一回 やるってことは、こっからなんか新しいことだからせやけどな。その時に要するにこいつの本質の問題になってくるわけだ。だから音楽なんてお前が作ったのか、個人ができたってみんなのためにあんねん。河合さん、はい、大丈夫ですか？出血や。もう危ない。大変申し上げにくいのですが、マサオさんの余命はあと約1年と見ていいでしょう。